皆さんこんばんは。こんばんは。今週も始まりましたラジオ夢物語。はい。この番組はゲストに様々な会社の社長さんや様々な夢を持った今はまだ夢の卵の方をお招きして夢を語っていただく回と、私たち MC も夢がありますので、その夢を語ったり企画を発表したりと様々なことに挑戦していく、そんな番組でございます。はい。今週の MC は日本語大好きおめない星人おめない子こと徳本直子と、夢物語のお嬢様役鈴木咲子でお送りします。よろしくお願いします。はい。私たちですね、新人 MC ペアということで、はい、今回お聞き苦しい点も多々あるとは思うんですけれども、30分間頑張りたいと思っておりますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。お願いします。はい。さてさて、咲子さんや、はい、あの今週から聞き始めたというリスナーの方にはですね、大丈夫かもしれないんですけれども、はい、あの自己紹介でお嬢様役って言ってましたが、何ですか？あ、バレました？バレましたじゃない。あの毎回聞いてくださってるリスナーの方なんかはてなってなってるんじゃないかなって思うんだけれども、まあ音声と、うん、あとまあユーストリームでご覧になってる方、うん、私のちょっと姿を見てくださってる方、ちょっとお上品に見えるかなって思って、うん、それで通せるかなってふと思ったので、うん、今回は、まあ、お嬢様ということで、まあ、ちゃんと役って謙虚に言ってるからいいかなって思いました。まあね、役ってつけてるだけ許してあげようかとは思うんですが、はい、いや、よくないよ。せっかくね、私がダラクイーンっていう称号を作ってつけたんだから、そうですね、使っていきましょうよ。ごめんなさい。ね、はい。で、まあ、あの私たちですね、まだまだ他の MC 陣と違って、あのリスナーの皆様にね、覚えていただけていない部分があると思いますので、はい、ここでお時間をいただいて自己紹介をしていこうかなと思っております。はい。ということで、あのダラクイーンを含めて咲子ちゃんから自己紹介お願いします。はい。夢物語のお嬢様役、改めましてダラクイーンの鈴木咲子です。まあ、ダラクイーンって何ですかっていうところから始まるんですけど、うん、この夢物語の MC 陣で最もダラダラとした生活を送っている女性に贈られる素晴らしい称号でございます。うん、こちら、はいはい。で、前回私が出演した回で、うん、夢物語初のボーカルユニットダラリの、うん、ダラ担当である玉川ありささん、玉ちゃんですね、うん、と座を争いまして、うん、それで私がその座を勝ち取ったため、このダラクイーンという名前を名乗らせていただいております。はい、はい。まあ、寝だめして蓄えた力で今日はラジオを盛り上げていく予定なので、よろしくお願いします。ぜひとも頑張ってくれたまえ。はい。というわけでですね、改めまして私も自己紹介をさせていただきたいと思います。はいはい。日本語大好きおめない星人おめない子こと徳本直子です。ですね、日本語大好きというのはですね、学生時代に国語の先生から、うん、あの国語辞典とかの辞書を読み物として読むことをおすすめされてから、うん、あのね、こうやって普段普通に日本語って使うもの、当たり前に使うものだと思うんですけど、うん、この当たり前に使っている日本語の知らない部分っていうのを知るきっかけをもらって、そこからなんかその単語の成り立ちだとか、うん、あのね、単語の知らない意味を新しく知るっていうことから日本語が大好きになっていったので、うん、日本語大好きって言わせていただいていて、はい、で、あのおめない星人っていうのがですね、うん、あの徳本に実際会ったことがある人だとか、今ユーストリームを見てくださっている方はわかると思うんですけれども、はい、目がね、細いんですよ。おうおうこうやってあの笑っちゃうと本当に目が線になるぐらい細くって、あの学生時、これも学生時代に、あのお前はおめ、めないない星人かっていうツッコミをもらうツッコミだな。もらうぐらい目が細くて、うん、でね、あのおめない星人っていうあだ名をつけられまして、はい、まあ、ちょっと自分でも気に入ったところがあったので、気に入ったんだ。ちょっとね、なんか特殊じゃない？まあね、確かに。それでなんか、まあ、こんな細い目でもね、見える世界はありますので、うん、この細い目で見える独自の世界観っていうのを、うん、大好きな日本語であのお伝えしていけたらなと思いまして、うん、日本語大好きおめない星人と名乗らせていただいております。はい、はい。え、徳ちゃん、それで終わり？今日さ、うん、あの小出しにするさ、うん、放送ポイントやらないの？はい、やります。お願いします。すっかり忘れてた。私が忘れそうになってた。楽しみにしてるからよろしく。あ、楽しみにされてた。ありがとう。こんなところにファンがいるとは思いませんでした。はい、はい。じゃあですね、今週の徳本的放送ポイントですね。はい、うん、はなんと、徳本、とあるテレビ局の報道カメラマンのアシスタントとしてアルバイトしておりました。へー、うん、そのアシスタントって何をするの？うん、
基本的にはそのカメラマンさんがいて、うん、そのカメラマンさんの補助ということで、うん、あのカメラのバッテリーとか、うん、あの記録するテープとかを予備で持っておくのね、うん、で、うんうん、あのバッテリーが切れそうだなとかあの記録 の, あの容量が少なくなってきたなってなったらあのカメラマンさんにバッテリー変えますかとかっていうのをあの補助する。じゃあ本当に縁の下の力持ち的な存在だ、うん、そうだねってことですよね、うん、であの報道カメラマンなので結構その、うん、実行現場とかあのそういうねあの現場に出てあの、うん、インタビューをする時とかの、うん、マイクのケーブルとマイクをつないで準備しといて、うん、インタビューするよってなったらカメラとつないでいつでも使えますっていう状態にする役目。じゃあそのなんかテレビ の, その取材現場に行ってるってことは、うん、そのマイク持ってるってことは、うん、そのテレビにマイクの手映ってたってことだよね。映ってたってことで手だけ出演みたいな。あの地方局だったのでねあの、うん、本当に私の地元の兵庫県ぐらいしか流れたことないんだけど、うん、あの本当に手が映ってたりとかしました、うん、面白い、はい。まあね、こんなねあの、うん、いろいろ小ネタがありまして、はい、あの詳しくはね後半でお知らせするブログとかにも書いていたりするのでチェックをよろしくお願いいたします、はい。でですね、今週の企画なんですが、はい、あの私たちちょっとまだあの企画がうまく練れていない状態だったりするので、独自の企画持ってないねそう、うん、まだまだねこれから準備していこうという最中なので、はい、今回ちょっと臨時的に、うん、あの今日は何の日っていうコーナーを作ってみました、はい、今日は何の日教えて徳ちゃん、はい、ということで今日12月13日は何の日かと言いますと、はい、正月ことはじめと言って、うん、すす払いや松迎えなどのお正月の準備をする日なんだそうです。もともとは12月の中旬ぐらいから、うん、なんか早い地域では12月の8日から始めたりする地域もあるらしいんですが、うん、この12月13日っていうのが、うん、結婚以外のことには万事大吉とされる鬼祝日っていういい日なんだそうです、うん、へー。で、年神様を迎えるお正月にふさわ、うん、あの準備を始めるのにふさわしいんじゃないかっていうことで、うん、この13日に定着をしたそうです。へー、うん、なんか12月って何の日って、まあ、今日何の日って話だったんだけど、うん、12月になんか正月とか入ってきてえって一瞬思ったけど、うん、その正月の準備を始めるのにふさわしい日。そんな今日いい日だったんだね。そうなんですよ。でね、うん、こんなねその大掃除とか始めるのにいい日だって言ってる徳本はですね、うん、掃除が大嫌いなわけなんです。あれもうねあの毎年毎年この時期に、うん、あの大掃除しようかなと思っても、うん、なんかねあんまり綺麗に片付かないまま新年になっちゃったりダメじゃんでね、まあねこの大掃除に関わらず、うん、ちょっとね普段の掃除の仕方もちょっと特殊みたいで、はい、あのね、聞いていきましょう。絶対部屋のある一角だけ片付かない部分ができる掃除の仕方なのね。どういうことそれ。まあ詳しく説明をしますと、はい、まあ部屋散らかってますよね、うん、である一角をとりあえずゴミを避けて、うんうん、散らかってるものを避けて固めて、うん、綺麗なスペースをまず一箇所作るの、はい、でそこからその寄せ集めた中から、うん、あの必要なものを置き直して綺麗なスペースを広げていくっていう、うん、そう、綺麗なところをどんどん増やしていくけどそうそうそう、最後あの片付ききらなかったものがごちゃって集まる集まる空間が一箇所絶対できてて、うん、この間引っ越しをしたばっかりなんだけれども、うん、まだね片付いてない鉄ガンズの部分が一箇所ある。不思議だねそうなの。だからねぜひこの大掃除で掃除したいんだけど、うんうんうん、なかなかね今手つけれないでいるあれまあそう言いますけれども、さきこちゃんはどうですか、うん、一人暮らしって言ってたよね確か。そうですね。大掃除とかします。まあね、うん、まあ、こうダラクイーンって名乗ってて、うん、まあ、普段寝るとかしかしてないって言ってるんですけど、うんうん、残念ながら、うん、私掃除好きです。え、大好きです。裏切りだ大きな裏切りだよこれ。ダラを舐めてた、ちょっと舐めないでくださいごめんなさいまあね、ダラって言ってるから、うん、その片付け方っていうか、なんて言うんだろう、こまめに片付けることは苦手、うんうん、なんだけど、うん、もうやるって決めた時に、うん、あのもう
なんだろう、1ヶ月に1回大掃除みたいな感じで一気に片付けるタイプですね。じゃ あの毎回毎回大掃除スタイルみたいな。そうですね、まあ、回数は少ないけどそうやってやってます。じゃあそんなさきこちゃんにぜひともですね、掃除をするコツというのを教えていただきたいなと思うんですけれども、うん、コツですか、うん、そうですね、なんかある？まず、まあ、基本的に片付けるのは、うん、上から下、うん、天井で、まあ、うん、その上の方にあるもののほこりを落としてって、うん、まあ、だんだん下にね、壁、うん、予定し床に近づいてって、うん、最後床に溜まったほこりを吐いて終わるっていうのが、まあ、うん、ベーシックかつ一番適切な掃除方法かなって思います。よく聞くね、うん、確かに、うんうんうん、であとね、私的にそのセレクトした、うん、まあ、掃除、大掃除年末にしておきたい場所っていうのが何個かありまして、一つ目はね、うん、窓、窓、うん、まあ、窓ガラスはね普通に拭くじゃん、うんうん、拭くなんだけど、うん、私が気にしてほしいのは、うん、窓の3です。3、あの下の下のところ、そうそうそう、あのね、あそこね、うん、いや、あそこってその、うん、まあ、外のほこりだとか、うんうんうん、なんか逆に雨が降って、うん、そのほこりが固まっちゃったりとかして、うん、激しく色がもうなんか変色しちゃってたりして、うん、もう一度見てみてください。わかりました。結構げっそりします。確かに私いつも窓拭くぐらいだな、拭くこともしないかもしれないけど、拭いて。分かった、そこも含めてちょっと見てみたいと思います。そう、窓ガラス拭いた後に、はい、その下もちゃんと拭きましょうっていうのがまず一つ目と、うん、はい、あとは、まあ、これはメジャーなんですけど、キッチン、うんうん、キッチン、まあ、油汚れが激しくって、うんうん、すごい片付けづらいってみんな言うけど、うん、まあ、そこは面倒くさがらずにやっていきましょうって感じですね。うん、でもあのほら大掃除って言うとやっぱり換気扇とか、うん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 、油汚れすごいからやった方がいいって言われるんだけれども、うん、やっぱり掃除が苦手な人間からすると、うん、なんか手つけたくないなというか、なんか分解とかできなさそうな感じがするじゃない。そういうところもやったりするの？そうですね、触りはしますね、うん、確かに一人暮らしで、うん、そのもしで、ね、解体して戻せなくなったらどうしようって思うことはあるんですけど、うん、まあ、そこはね、うん、協力体制で、うん、まあね、人がもうちょっとね、たくさんの知恵を借りながらやっていけばいいんじゃないかなって思います。、うん、で、あと、まあ、キッチンだったら、あと排水口ね、うん、え、排水口、うん、あのゴミ受けっていうか、あの流しの下の金属の部分じゃなくて、あ、それも、まあ、うん、あるけど、うん、そのまあ、排水口もきれいにしましょう、うん、へ、まあ、その手突っ込むわけじゃないですよ、もちろん、うん、いや、なんかその液体とか、まあ、固体の洗浄剤をポンって入れてあげるだけでもやっぱりあそこが匂いの元になったりとかするの で、 そうなで、ね、下から上がってきちゃうんですね、っていうのもあるから、やっぱそこはきれいにすべきですね。ほんほんほん、まあ、洗面台であればその髪の毛が詰まっちゃってたりとか、うん、女性だったら特にそうだね、そういうことがあるので、うん、まあ、そこはきれいにしましょうと、うん、はい、うん、で、あとこれは私的に譲れないんだけど、うん、まあ、ちょっと掃除からは外れるのかな、うん、あの布団はちゃんと干しましょうっていう。そうね、うん、だら的には重要なポイントだよね。毎日寝てるところだから。そうだよね、 そこしか行動スペースがないわけだからね。そう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 、やっぱね、あそこってダニとか溜まりやすいから、うん、ちゃんとね、日干しとかしなきゃなって思います、うん、冬だと、うん、あまり天気がいいと言えるような日は少ないとは思うんですけど、うん、まあ、今からね、年末に向けてだったら、うん、まあ、1日くらいは綺麗に晴れてくれる日があるだろうから、うん、まあ、その日に干してね、うん、まあ、清潔に保っていただきたいなと思います、うん、はい、はい、布団も干しましょう皆さん。はい。そっか、じゃあ結構いろいろやらないといけないんだな。そうですね。頑張ろう。あ、でもね、ちょっと聞いていい？うん、あの、私やっぱりその片付け方が特殊じゃない？うん、その寄せてとかってやると、なんか物をやっぱり捨てていかなきゃいけないんだけれども、うん、なんかなかなかね、捨てるっていうのが苦手なんだけれども、うん、そういうのってどうしたらいいんですかね、先生。そうですね、まあ、本当に物を減らすって根本的で大事なことなんで、うん、ですけど、やっぱあの最近流行りの言葉で断捨離って知ってます？うん、あ、聞いたことはある。そう、断捨離結構最近有名になったんですけど、うん、まあ、ちょ、分からない方のために、まあ、説明しますね、うん、はい、と、断捨離ってあの漢字三字熟語で、うん、断る、捨てる、離れるっていう、うん、その字を3つがって集めたもので、不要なものを断って捨てて、物から、うん、物の執着から離れるっていう意味なんですよ、うん、はい、でこれもともとヨガの考え方の基づいてて、うん、で、まあ、2010年頃から流行しました、うん、で今はその、まあ、今話してる片付け方とか整理とか、そういう
ことに対しても使えるんですけど、ほうほう、最近その仕事とか人間関係とか、うん、そういうことにも使われてて、うん、処世術の一つとして見なされているようになってます。そうなんだ、うん、処世術、うん、処世術言えた。で、そう、それまあね、その断捨離って知ってるけど、うん、どんな効果があるのってところなんですけど、うんうんうん、その、まあ、断捨離をするってことは、うん、身の回りのあらゆるものを片付けて、うん、環境を整備するってことだから、うん、本当にいっぱいね、なんか効果があって、うん、まずその物を捨てると、まあ、部屋が片付くっていうのはあったり、うんうんうん、その必然的に必要なもの、大事なものだけが身の回りに集まってくるから、うん、その自分が前向きになったり幸せになれたりするよっていうのもあります。で、その無駄なものを入れなくなるから、うん、断っていくから、うん、単純にそのお金が貯まる、使わなくなるっていうこともあるし、さらにはさらには、うん、無駄が省かれるから、うん、仕事の効率がアップするとか、うん、あとはね、外がその環境を整えてて外が綺麗になっていくから、うん、その心の中とか、うん、体も綺麗になっていく、うん、健康になったりっていう様々な効果がございます。はい、なんか断捨離すごいね。断捨離すごいよ、やっぱり流行ってるだけあってね、うんうん、その人の生活にだんだん浸透しつつあるんじゃないかなって思います、うん、でもなんか確かに今の話を聞いてて、うん、めったに掃除をしない私でも掃除をした日とかは結構すがすがしい気持ちになったりとか、うんうんうん、なんかすごいすっきりした気になるっていうのはすごく分かった今聞いてて、そうそうそう、そういうことだったかね、大事よ。だからじゃあ物の執着をちょっと断ち切って捨てていかなきゃいけないわけですね、うん、そうですね。でもね、うん、じゃあさきこちゃん、これからそのクリスマスシーズンで、うん、プレゼントをもらう機会とかがたくさんあるとは思うんだけれども、うん、こういうなんか人からのいただき物とかで、うん、使えるものは確かに使ったりするけど、うんうん、なんかいただいてもちょっと使い方がわからないとか、うん、ちょっとこれもらってもっていうものがあったりするじゃない。まあね、もらうと嬉しいのは嬉しいんだけど、嬉しいんだけどね。ね、うん、こういうものってじゃあどうしたらいいの。ただ増えていくだけだとまたね、捨てれなくなっちゃうじゃない。いや、まあね、その捨てられない理由から考えていきましょう。理由からなんだけど、はい、物をまず退治した時に、うん、この物高かったんだよねとか、うん、これ誰々ちゃんからもらったやつだとか思う、うん、と思うんですよ、うん、でそれって、うん、その考え方が物に支配されてる状態なんですよ、うん、ほう、物に支配されている、主役が完全に物になっちゃってるんですよ、うん、でも大事なのって、うん、私たち自身じゃないですか。それ、うん、あるいは私たち の, その生き方が大事なんですね、うん、ってことを考えると、うん、その主軸をその自分に持ってきて、自分にとってか、うん、自分の生活にとって本当に必要だったり大事だったりするものなのかっていうところを考えなきゃいけないんです、うん、はあ、なんか深いね。うん、そうだね。それで、まあ、プレゼントとか、うん、まあね、本当にいただいて嬉しいんだけど、うん、使えなかったりとかしたら、うん、まあね、うん、そうだね、大事なのは気持ちだから、うん、そのまあ、プレゼントをもらうってことは、あげる側の人はその、うん、私たちのことを考えて選んでくれてるわけで、うん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 、そういう気持ちが大事、うん、ものじゃない気持ち、おで その気持ちだけ受け取って、うん、ものは、まあ、あれなんだろう、捨てるなり、うん、譲るなりっていう感じですね。これからね、まあ、そういう、ね、季節、なんかクリスマスだったりとか、うん、まあ、もらうものが多くなる季節なんですけど、うん、まあね、捨てきれなかったら売るのもまあありなんじゃないかなって思います、うん、でね、まあ、なんなら私最近そのフリーマーケットとかの、うん、その物を売るっていう、うん、作業をしてるので、うん、はい、私代行しますよ。強い味方だ。代行しますよ皆さん、そういうのもしその私のブログだったりとか、うん、ツイッターとか後で言いますけど、うん、そういうところにコメントしていただければ、うん、全然相談に乗りますので、はい、わかりました。じゃあプレゼント、なんか物はとりあえず心を鬼にして捨てるけれど、うん、そのプレゼントとかの場合は、うん、まあね、送ってくれた人の気持ちをまず受け取って、うん、それを大事にしつつ、物、うん、は、まあ、使えるものは使って、うん、いらないものというか、ちょっと自分では使いづらいなっていうものは、うん、まあ、なんだ、捨てるか、うん、売るか、まあ、誰かに譲るかっていう方法
があるってわけですね。そうですね。で、あの物を売ることに関してはさきこさんに連絡をすれば、まあ、代行してしますよって相談乗りますよっていう。わかりました。じゃあちょっとさきこ先生頑張って捨てたり売ってもらおうかな、物を。そうだね。じゃあちょっと頑張って掃除していこうかと思いますので、うん、はい、まあね、ぜひね、このリスナーの皆さんもですね、まあ今日から、まあ今日だともう結構夜遅い時間なので、うん、そうだね、まあ明日からでも多分大丈夫だと思うので、うん、まあ、お掃除に取り掛かり始めるということが大事と、うん、そうだね、まあ、今日はその、うん、心に決める、掃除するぞって決める日にして、まあ明日からでも取り組んでいただけたらなって。そうですね、まあね、クリスマスとかまで持ち込みたくないじゃないですか、こういうの。うん、確かにそう。まあ、でもね、今からだったら10日以上はありますから、うん、絶対片付け終わります。そうね、うん、まあ一気にガッと頑張らなくても、まあ、ちょっとずつでもやっていけば、うん、年末には間に合うぞと。そうそう、まあ清々しい気分で年末年始迎えたいですよね。うん、そうね、私も今年こそはちょっと頑張って全部綺麗にして年を越そうかなと。そうです、ね、思います。はい、はい、で以上、今日は何の日のコーナーでございます。いました。はい、はい、ね、はい、もうコーナー終わっちゃった。終わっちゃったね。いや、びっくりした、はい、さて来週の MC のご紹介をさせていただきたいと思います。はい、はい、来週の MC はですね、カメレオン女優の玉川ありささんと、声優を目指す鷲尾春さんです。はい、そしてですね、企画がジャックさん企画。お、おかえり。おかえりです。ジャックさん企画、このジャックさん企画というのはですね、そのジャックさんとジャックさんの、ゲストの方との対談の企画となっております。うんうん、でこちらですね、企画名を募集中、募集中らしいので、ジャックさんのフェイスブックを探していただきますか、はい、あの私たち MC 陣 の、 あのブログ、ツイッターなどにコメントをいただければジャックさんにおつなぎをするという形になっておりますの で、 はい、ちょっとブログ、ツイッターなどの紹介をさせていただきたいと思います。はい、徳本はですね、 Facebook、Twitter、アメブロをやっております。はい、Facebook は徳川家康の徳にブックの本、お嬢さんの嬢に子供の子で出てきます。で、アメブロがですね、本名でやってなくて、あれあ、冒頭から言っております、おめないでやっておりますので、そうですね、あの、カタカナでおめないと、ひらがなと漢字で、の視点っていう、おめないの視点っていう、あの見る方の視点っていうのを検索していただければ一発で出てくると思います。はい、で、ツイッターはちょっと検索しにくい状態になっておりますので、ブログにリンクを貼らせていただきますので、ポチッと押してください。はい、で、さきこちゃんもやってるんだよね。そうです、私はツイッターとアメブロの2つですね、やっております。はい、どちらも鈴木さきこで検索していただければ出ますね。鈴木は普通の鈴木、まあ、メジャーな鈴木 と、花が咲くの咲くに、はい、センチュリーの世紀の木と子供の子で鈴木咲子で検索していただければ出ますので、ぜひぜひそちらにね、まあ、ジャックさん の、 その企画名募集のことだけじゃなくて、まあ、今日のラジオの感動だったりね、コメントをいただけたら私はすごく嬉しいなって。そうね、これからちょっと私たちも頑張ってね、改善していかないといけない点多々あると思いますので、ぜひぜひあのブログとツイッターのチェックをしていただきまして、コメントをいただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあですね、今日はね、あの、大掃除についてメインに話してきましたけれども、はいはい、あの、まあ、お正月の準備をするのもいい日ってことなので、さきこちゃん、なんかお正月に向けて準備とかってやったりするんですかね。あ、私大掃除以外何もしないね。どういうことだ。なんか大掃除して気分が良くなって、うん、あ、お正月こうやって迎えられるやって言って、まあ、その後何もしないっていうタイプです。そうなんだね。うん、え、とくちゃんは。私はね、もう今は一人暮らしなので、あんまりしてないっちゃしてないんですけど、うん、結構ね、その実家にいる時なんかは、うん、あの、おじいちゃんがね、こういうしきたりとか、こういう行事ごとに厳しい人で、まあ、亡くなってからはやらなくなってしまったんだけれども、もう毎年ね、お餅つきをしたりとか、あの、年越しそばは家族全員揃って食べるとかっていうしきたりが結構厳しかった。
へえ、うん、お餅お家でついてたんですか。うん、お餅、あ、お餅はお家でついてましたお餅噛んじゃったよいやもうね本当にあの12月30日って日にちがもう毎年決まってて、うん、この日になると親戚一同が集まってきて、うん、もう朝のね4時5時ぐらいから、はい、うん、もち米を蒸して、うんうん、もう家でついてたの。え、もうなんか最初の段階からやるんですね。そう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 。え、ってことは、うん、その餅つきの道具とかって家にあるってこと、うん、あるあるある。ちゃんとね石の臼で、うんうん、あの木のきねでついてました、うん。へえ、本格的。本格的でね、子供の頃の楽しみはね、うん、あの、うん、あんこ餅を作るのに、うん、あのね、朝スーパーが開く9時ぐらいかな、うん、子供たちでね、お使いに来てって言われるの、うん、あのね、いちご買ってくるの。いちご、うん、いちごスーパーで売ってるでしょ、うんうんうん、あれをあのその朝仕入れに行って、うん、あのあんこ餅に包んでいちご大福を作る。美味しそう食べたい私それ。つきたてで柔らかいお餅にあんこくるまるからすっごい美味しいのね、うんうん、もうそれ作ったのはね格別だからね、うん、本当に、うん、まあね、それぐらいねうちでは本当にお餅つきって一大行事だし、うん、あの他にもね、あのお正月、あ、年越しの年越しそばを食べるのだって、うんうん、結構そのうるさくて、うん、もう本当にカウントダウンの瞬間にはもう全員家族今に揃って、うん、みんなで食べて、うん、ゆく年くる年を見て、うん、あのあれです、あの、はい、ニューイヤーですって言われた瞬間に、うん、あ、明けましておめでとうございますっていう挨拶をねどんどんしていく、うん、そこでするっていう。へえ、本当にね、三が日なんかも、うん、あの親戚一同本当に集まってきて、うん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 、みんなでおせちをつついてっていう。あ、ちょっとねジレンマもありましたけどねどういうことでしょうか。あのね、高校生とか思春期の時期って、うん、あのそのカウントダウンの夜中に出歩けるってちょっと一大イベントじゃない、うん、その時期にね、やっぱりなんかあのおじいちゃん厳しかったから、うん、家族全員で揃わんといかんみたいな硬い言われちゃって、うん、なんかね、友達にあの年越し初詣行こうよって言われてたんだけど、うん、ごめんね、ちょっとうちは行けないんだよって断ることもあったりとかして、なかなか辛いんですよね断る方も、うん、そうなの、そうなの、うん、っていうのがあってね、ちょっとね行きたかったのになって思うことはあったね。あったんですね、うん、やっぱりでもなんだろう、その高校生の時は、うん、なんかまあね、行けなくて辛いって思ったかもしれないけど、うん、やっぱそういう日本の硬いっていうか本格的な、うん、そのしきたりを守り続けてきたからこそ、うん、そういう家庭にいたからこそ、うん、その日本語だったり、うん、日本の文化とかが大好きってい う、うん、いうところにやっぱつながってるんじゃない。ああ、そうかもしれないね、うん、あ、そういう点ではおじいちゃんに感謝だね。そうだね、うん、うんうんうん、そっか。じゃあ、 あの、え、さきこちゃん今年は帰ったりとかするの。あ、私今年帰りますよ。お、帰るんだ。うん、今年はね、その、うん、私、まあ、今まで言ってなかったんですけど、うん、まあ、成人式がある関係で、うん、まあ、ちょっとね、うん、年始からは外れるんですけど、うん、まあ、そこら辺ちゃんとしてね、うん、まあ、親戚にも挨拶行きたいですし、うん、帰ろうかななんて思ってます。そっか、若者だったさきこちゃん。若者って言わない。若者だった。あの、一応ね、私最年長で。あ、そうでしたね。最年少なんだよね、確かに、うん、そういうペアでしたそうだった、うん、そっから忘れた。え、とくちゃんは、うん、あ、今年ね帰れないんです。帰らないんだ。はい、そうなんです。なのでこの、ね、うん、年末年始 の近況なんかは、うん、さっきほどお伝えしたブログなんかでね上げていこうと思っておりますので、うん、皆さんも気が向いたら読んでコメントをください、うん、そうですね、まあ、離れてるからこそその近況報告は全部ブログやツイッターでしていきますので、うん、って感じですね。そうだね、まあ、年末年始だったらね、あの、うん、こちらのラジオやってますからね、うん、一応ね、うん、1月3日のラジオにも出る予定ではありますので、うん、それを聞いた感想でも送ってくれればいいかなと。そうですね、はい、思います、はいはい、ではですね、もうそろそろお時間来てしまいました、はいはい、今週の MC は日本語大好きおめない星人おめないここと徳本直子とダラクイーンの鈴木咲子でお送りいたしました、はい、また来週、バイバイ。また来週ですね、バイバイ